ありがとうございました。公演、昼公演のポニーテール可愛かった、ありがとう。でもめっちゃ踊りづらかった、ポニーテール。やっぱなしですね、この公演には向いてない。めちゃくちゃ踊りづらかった。涼しかったけど。こんばんは、ありがとうございます。見るの3回です、嬉しい、ありがとう。4回目も待ってますこんばんは、ありがとうございます。今日昼入りました、ありがとう。今日は昼夜ともにオレンジ軍団のはるちゃん推しの方がたくさん来てくださってて、めっちゃ嬉しかったです。いつも以上にたくさん見れた気がする、ありがとうございますね。でも今日はね、まあショールームでも言ったんかな、わかん忘れちゃったけど、あのちょっと前にモバメで、そう今日21日はちょっと来て見に来てほしいかもしれないみたいな何があるんやみたいなね感じのモバメを一回送ったんですよ。そう、そしたら、まあ、モバメの返信はもちろん DM とか、まあ、いろんな交換ノートのお返事とかで、ファンの方がそんなん言われたら行くしかないっていうコメントをたくさんいただいて、あ、みんな来てくれるんや、心強いって思ってたんですけど、勝手に。それは何だったかと言いますと、まあ、見てくださってた方はわかると思うんですけど、今日なんとね、ユニット、初めてゲスじゃないユニットをしました、イエーイ。そう、なんとね、今日は臭いものだらけをさせてもらいました。しかもセンターで、めちゃめちゃ嬉しかった。本当になんとなく予想できてたけどね。いや、そうよね、そう、結構もう分かってる方いらっしゃったと思うんですけど、この間ね、この間の公演で、まあ、かりんさんがセンターされて、臭いものも初めてユニットされてたから、多分この流れでいくとはるちゃん臭いものセンターするんやろうなって分かってた方いらっしゃると思うんですけど、そう、実はそうでした、イエーイ。あの衣装好きだから嬉しい。え、めっちゃ可愛いよな、普通に私服みたいじゃない、ね、あ、ちなみに皆さん、あの55分ぐらいになったら教えてほしいです。ごめん、ちょっと時計がなくて、55分になったら教えてください。予想できてませんでした。嘘、ほんま？それはでも嬉しいな、なんかなんか不意をつかれたって感じになってくれたら、なんか嬉しいなと思ってたから、それもそれで嬉しいかも。じゃあゲスで出てこなかった時びっくりした？あれ、はるちゃん出てこやんやんってなった？はるちゃんじゃないってなった？どう思うんだろうなと思いながら裏でそわそわしました。いないってなった。やっぱり、やっぱそうなるんかあれって、はるちゃんじゃないよってなった。来たってなった。あ、逆にこれは臭いものやって、そういうこと。ユニットでオレンジペンライト用意してたのにおらんくてびっくりえ、絶対そうやろうなと思った。昼公演の方特にね、オレンジ用意してたのに何色にしようってなるかなって思ってたねえ。でもはるかほんまに、まあ、ゲスな夢もめっちゃ好きで、なんか、なんやろ、まあ、ずっとジポジで、もうゲスな夢一生変わらんのちゃうかなレベルでやってたから、初日から。だからなんかもう少しずつ初日と比べると、なんか自分のものに最近は少しずつできてきてるかなとか思ってたし、もっとなんかかりんさんと踊らせてもらう時も、まあ時々ゆうみさんとも踊らせてもらってた時があったんやけど、なんかダンサブルのお二人に負けないように頑張りたいみたいな、なんかそういう、なんやろ、向上心みたいなものがやっぱゲスは特になんかこう自分の向上心を高めれたユニットやからこそ、なんかすごい
大好きやし思い入れもあるんですけど、まあこれからも別にゲスをしないわけじゃないんですけど、ジポジの時はまあ基本ゲスやねんけど、そうそう、だからなんか思ってたけど、まあ好きなんですけど、臭いものだらけはなんかスタンドマイクやから表情すっごい見えるじゃないですか。ゲスはさ、どちらかというと表現力よりダンス力じゃないけど、なんかパフォーマンスって感じじゃないですか。でもなんか臭いものは、まあ、ダンスも激しいんやけど、スタンドマイクやからこそ歌ってる時の表情とか、めちゃめちゃこうカメラで抜かれた時に分かりやすいなっていうのをずっと思ってて、いつかなんか表情をなんか自分の中ではすごい頑張ってる部分でもあるから、公演の時に、だからこそなんか臭いものだらけをして、なんか表現力もっと磨きたいなとかも思ってたから、めっちゃ嬉しかったです。本当にめちゃめちゃ嬉しかった。ユイナが出る時はハルリンスでゲスもできるけど、いやでもユイナね、カリン散歩時じゃないからね。そう、全体曲のポジションになったんで。そうなのよ。めっちゃかっこよかったです。嬉しい。今って近くに誰かいますか？いないです。いない。はるちゃんの表情めっちゃウケやったよ。ほんと嬉しい。早く見たい。ダンスキレキレやったよ。ありがとう。でももう最近、ここ最近もう臭いものだらけの練習しすぎて、もうなんか肩周りずっと筋肉痛なんですよあれほんまにやばい。肩周りめっちゃ使いますね。やばすぎ。めっちゃいい表情してて、本当嬉しい。また頑張ります。臭いものに新曲に、これからの声も楽しみすぎね。確かに新曲もまたぼちぼちするのかな、わかんないけど。そうというと、逆に恋と愛のその間にはがもうそろそろできなくなるっていうのめっちゃ悲しい。はるかほんまに好きなんですよ恋愛。 NMB の中でトップ3に入るぐらい本当に好きで、そうビビッときた曲だから寂しい、寂しいです。めっちゃアイメイク変えたの？変えてない。汗で全部落ちました。今日やばかったんやけど、なんかいつもめっちゃ汗かくし、汗の量普段と変わらんのに、メイクの落ち方すっごかったんやけど、何？なんで？めっちゃ嫌やった。恥ずかしい恥ずかしいです。公演でチーム曲もするんですかね。やりたい、めっちゃやりたいまだみんなどんなんか分かんないのに ね。前髪は無事でしたか？あ、もうなんともなかったです。前髪夜はもうデコ出ししたけど、なんか、まあ、昼も夜もやっぱその臭いもので表情を見せたいっていうとこから、なんかちょっと顔がはっきり見える髪型したいなと思って、まあ、昼はデコ出しはしんかったけど、ポニーテールでこの辺すっきりして、まあ、顔が見えるようにって思ったのと、夜はもうデコ出ししてちゃんとなんかしっかり表情が見えるようにしようと思ってこの髪型にしました。もう臭いものするって決まった時からもう髪型は決めてたそう、今日劇場暑かった気がする。暑かったよな。夜公演なんかもう客席までさ、なんか熱気がすごくて曇っとったんやけどびっくりしたね。なんか今日めっちゃ蒸し風呂みたいやったよな。なんかもうね、久々にポニーって解禁で嬉しかった。ああ、ね、めっちゃ踊りづらかった
なんか遠心力なのかな、ポニーってむずいって思った。でもやっぱヒルはなんか若干そのなんやろ、なんか初めてユニット変わるからめっちゃ緊張した。そうなんや。ジーさんがいる、めっちゃアイス食べてる。でもなんかあれなんですよね、はるか劇場公演でスタンドマイク使ったことなくて、めっちゃなんかもう倒しそうな感じやった。昼は慣れなさすぎて。どこに運ぶの？なんで？めっちゃ危なかった。やっぱでも夜の方が力出し切れた気がする、自分の中で。すごく急に騒がしいですけど。ちょっと準備、マイク気になってた。夜は全然もうマイクなんて気にせずできてた。昼はねなんかマイクのねなんか位置とスタンドのなんか下のなんていうんやろ、支えみたいなところが綺麗に一致してなくて、そう結構なんか揺れちゃった。夜は大丈夫でした。スタッフさんにお願いしてちゃんとしてもらった。とにかく楽しかったです。ってことでもう5分前なのでそろそろ終わりたいと思います。マネージャーさんからもグーってされてる。ではではランキングを読みたいと思います。やばい、めっちゃ騒がしい。いきます。13位佐藤さんありがとうございます。12位さやちゃんありがとうございます。11位さかさんありがとうございます。10位たかまささんありがとうございます。9位しんちありがとうございます。8位ポンズさんありがとうございます。7位ブルーセブンさんありがとうございます。6位ひでさんありがとうございます。5位しょうちゃんだまんありがとうございます。4位ひろぞうさんありがとうございます。3位きのっぴさんありがとうございます。2位かっちゃんありがとうございます。そして1位がカラスさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。違う意味の、はい、ということで皆さん本当にありがとうございました。ではでは、はるかは明日もお仕事なのでもう終わりたいと思います。お仕事から終わりたいんじゃなくて、まあ、9時からねあの皆さん配信あるんで、はい、それなので終わりたいと思います。それでは本当にありがとうございました。またねー。